川崎重工製造の白ゲイ、潜水艦進水式を迎えました。この艦は、世界の通常動力型潜水艦では、まさしくトップと言えるでしょう。世界では、原子力潜水艦建造がヒートアップしていますが、日本のように、国土の小さい国では、通常動力型潜水艦の方が、むしろ動きやすいと考えられるのです。今回は、白ゲイ、潜水艦について見ていきながら、世界での通常動力型潜水艦の性能についてもお伝えしていきます。日本の潜水艦をセールスすれば欲しいという国は出てくるでしょうが、問題は情報漏洩ですね。2021年10月14日、神戸市の川崎重工業工場で、海上自衛隊の最新鋭通常動力型潜水艦大ゲイ型2番艦は、クゲイガがめでたく進水しました。大ゲイ型潜水艦シリーズのネームシップで、1番艦は、そのものズバリ大ゲイという名前でした。旧帝国海軍の潜水母艦が大クジラという名前だったので、それにちなんだものでしょう。その流れでいくと、2番艦は、潜水母艦ジンゲイ、シンクジラか、もしくは超ゲイ、超ゲイになるのではないかと推理した人が多かったそうです。しかし、海上自衛隊内で募集した結果、軍艦の名前に使用されたことのない、白ゲイ、白ゲイという名前に決まりました。白ゲイという名前で、メルヴィルの長編海洋小説を連想する方もいれば、長島リゾートの巨大なハイブリッドコースターを連想する方もいらっしゃるでしょうね。余談ですが、クジラは日本人の生活と古くから深く関わってきました。江戸時代の絵には、漁村挙げてクジラの捕獲にかかっているものがありますし、和歌山県太地町、宮城県女川町など捕鯨を主要産業としていた町が、昭和40年代には存在していました。ところが、世界的な動物愛護捕鯨禁止の潮流に変わり、商業捕鯨ができなくなったことをご存知でしょう。捕鯨に対する非難を始めた欧米の人々も、捕鯨をしていたのです。日本人は、クジラの皮から、肉から骨まで余すところ、なく利用しましたが、欧米の人々の目的は油だけだったので、その他の部分は廃棄したそうです。そんなもったいない使い方をしていたクジラですが、鯨油以外の燃料が手に入り、クジラの数が減少すると、途端に動物愛護精神を持ち出して、捕鯨国を非難し始めたのです。現在は調査捕鯨しか実施できません。数やサイズに注意しながら行っている調査捕鯨に関しても、あれこれ文句をつけられてはいますが、クジラの数が増えたので、他の海洋生物に影響で出ているとも言われているようですが、どうなっているんでしょうね。艦は9台。日本人の生活に結びついていたクジラの、白ゲイと名付けられた潜水艦は、進水式後、そのまま、川崎重工神戸工場で、約1年偽装工事に入りました。2023年3月が収益予定ということです。白ゲイの先輩1番艦大ゲイ派、この工場近くの三菱重工の造船所で建造され、2022年3月に収益予定となっています。白ゲイ、大ゲイが収益すると、海自の潜水艦は、防衛大綱に定められた22隻体制になります。現在、海自の潜水艦を建造している場所は、神戸です。大ゲイ派三菱重工業、白ゲイ派川崎重工業で建造されています。各造船所では、3番艦と4番艦の建造も、すでに始まっていて、
今抗体A型が就役すると、旧型の親潮型潜水艦が順に退役していくスケジュールになっているそうです。対A型潜水艦は、先輩の、そう、流型とサイズはほぼ同じですが、より高い静粛性を持っていると推測されます。白鯨には、静粛性向上のため、浮き課題を設置しています。艦内の甲板を外角から浮かせて、乗組員の足音を低音化してしまうだけでなく、対衝撃性もアップさせる構造なのです。外角には、そう、流型で経験済みの、音波吸収材や反射材など装備方法をさらに発展、適合させたことで、逆探知防止能力なども大きく向上していると言われます。また、潜水艦の舵としては、メリットの OEX 舵を採用しています。水中での機動性が維持できるそうですが、そう、流型で、その有効性が分かったためでしょう。さらに、乗組員の福利厚生も向上しました。以前は、潜水艦に女性自衛官は乗船できなかったのですが、配置制限が解除されたことに伴って、居住空間にパーティションなどを設置し、女性用区画を確保しただけでなく、専用の寝室やシャワー室なども設置されたということです。日本独自の潜水艦建造技術として注目されるのは、水中での動力源にリチウムイオン蓄電池を採用したことです。リチウムイオン蓄電池は、従来の鉛蓄電池と比べると、エネルギー密度が高く、長時間に渡り高出力を維持できる性能があります。繰り返し、放電回数も 1.5 倍以上になりましたし、フル充電までの時間も短縮されたというメリットがあるのです。また、鉛蓄電池は、水素ガスが発生する恐れがあったのですが、リチウムイオン電池では、この危険性はありません。そういったリスクから、乗組員を守れるということで、いいことずくめといった感じですね。実は、リチウムイオン蓄電池は、対A型から搭載される予定でしたが、開発が進んだので世界に先駆けて、そう、流型最後の2艦、つまり11番艦を雨竜、12番艦東流に採用されました。この2艦の稼働で、リチウムイオン電池の性能と安全性が確認されていたのです。ただし、そう、流型シリーズはスターリングエンジン、水中では、鉛蓄電池を機関として使用する方式でした。鳳竜、東竜は、スターリング機関を外したのですが、リチウムイオン蓄電池の性能を十二分に発揮させる設計ではなかったのです。その点、対A型は、最初から、リチウムイオン蓄電池を搭載する前提で設計されたので、性能を最大限に引き出せると見られています。また、対A型には、吸排気効率アップのために設計された、高性能シュノーケルマストが装備されているので、短時間に、リチウムイオン蓄電池へ充電することができます。結果として、そう、流型より充電時間が短縮し、かつ超時間高速で潜航可能なのです。対A型潜水艦には、この他にも、最新技術が盛り込まれていて、光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムによる敵艦探知能力の向上や TCM という潜水艦魚雷防御システムなども完備されているそうです。現在5番艦までの予算が計上されている対A型潜水艦。今後も毎年1隻ずつ建造されるようです。当面は親潮型潜水艦を退役させながら、補充しつつ、22隻体制を保っていく方針と思われます。ところで、親潮潜水艦、もったいないと思いませんか？確かに海事では旧式扱いですが、
親潮型潜水艦は、世界レベルでは、まだまだ一線級の通常動力型潜水艦です。中国の原潜と比較しても、作戦場面によっては、能力で引けを取らないと思われるのです。そんな親潮潜水艦をこのまま退役させて解体してしまうのは、とてももったいないので、予算が許すのなら、いつでも動ける状態で保存しておいて、万が一の際に現役復帰させるという対応を検討しては?という意見があるそうです。もしくは、他国に漏らしたくない、機密部分のシステムや部品を、無難なものに置換して、東南アジアやアフリカ諸国など、独力で潜水艦を開発、建造できない国に輸出するという手もあるようですよ。こうして得た外貨を、新艦建造費の補填に回すという、柔軟な対応策を検討しておいても無駄ではないと思うのです。親潮型潜水艦は、お隣の信頼性が疑わしい潜水艦より高い性能を発揮するだろうし、潜水艦開発に遅れをとっている国からは、どうか売ってくださいという希望も多いと思われます。